お悩み解決戦隊シュレンジャー、うわーうわー、来ると思った。久々にね、そうだね、来ると思った俺もね、来ると思ってた、うん、俺来なかったらびっくりだもん。いや、そうですよ。はい、ということでですね、このコーナーでは白井くんがお悩み解決戦隊シュレンジャーとなり、リスナーさんのお悩みを解決していきますと。はい、ね、白いも赤いも黒いも青いも桃いもの5人がおりまして、それぞれ性格が違うので、僕が呼んだメンバーになってお悩み解決してください。早速いきましょうということでございまして、まだ行く、まだ行けるよね、うん、だって桃いもまだ合ってないもん。俺そうだ、俺なんでも、俺なんでももも合ってるんです。ももも合ってる。外堀から固めようとしてましたからね。N さんからいただきました。知られちゃ助けて、最近乙女ゲームをプレイする機会が増えたのですが、自分が素直、ももいもカモン自分が素直に思った方の選択肢を押すと、大体好感度が上がりません。なので、いきなりバッドエンドになってしまったりして、悲しい気持ちになります。そこで、女子力が乾燥しているももいもに、乙女心と男の落とし方を教わりたいです。お願い、ももいもですって。シラレンジャー、ももいも参上。ちょっとなんか海外行ってきたか。あ、海外ガイドか。あんな、ももいも、久しぶりじゃん。あれ、ももいもさん、あれ私そんなだったっけ。あれ、え、ちょっとなんかギャルっぽくなった。ももいもだよ。あれ、なんか軽くなってんだこいつ。ちょっと、はい、つい昨日まで、はい、イングランドル、イングランドって言ってたから。イングランドルってなんだよコインランドリーみたいな言い方でしたけども。イングランドリー行ってたの。 あ、そうなんですか、うん、あら、へえ、うん、お友達と。お友達一人で。あれ、人の人違う人の人違う。あ、そうなんだ。そう、前々から行きたいと思ってたの。一人で、うん、一人で。 お写真とかないんですか。写真、うん、見る。あ、見させていただいていいですか。これ、はい、現地で会った、はい、スティーブンスティーブンとスティーブンとのツーショット。海外でなんか軽くなってやがんぞ。ちょっと、すごい、もうやっぱり英国紳士っていうか、だからもうなんだろう、すごいフレンドリーで。フレンドリーっていうのはどれぐらいフレンドリーだったんですか。いや、なんか会って早々、会って早々、会って早々、なんて美しいレディーなんだって言われちゃって。どっちかっていうとなんか熱い情熱スパニッシュでもちゃんとエスコートしてくれて。エスコートしてどこに行った、うん、どこに行ったんですか。どこ行ったの、どこ行ったのお前。ご飯でも行きましょう。ご飯行ったのかお前。え、あ、いやいや、ごめんなさい、ご飯行ったんですか。あ、はい、あ、そう、ええー、よ。でもちょっと、でもスティーブンは、スティーブン日本語ちょっとできるから。スティーブンは日本語ちょっとできるから。怪しい、そういうのが一番怪しい。旅行者に対してそういうのがいっぱい怪しい。えっ、どうしたの。いや、何でもない、質問いっぱい出じゃないですか。え、一人で行ったって言ってたけど。あ、お土産買ってきた。あ、お土産だ。お土産あるの。ありがとうございます。そうそうそう。スティーブンの家が、うんうん、雑貨屋さんで。雑貨屋さん、雑貨屋さん、うん、スティーブンのお店に売ってる、うん、これ何ですか。これペン立て。ペン立ているかな。イギリス感な、あんまりな。ありがとうございます、ありがとうございます、うん、でも、はい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 、何、びっくりしないでくださいね。僕、うん、ももいむちゃんのことが、え、何、好きになっちゃった。